はい、まず訓練の計画ですけれども、これは各校ともですね、まあ、これからこれに合わせて今なんていうんですか、これができたからこの訓練をするというよりは、今は訓練計画それぞれ学校でありますので、この訓練計画である日程の中でできるところから始めていきたいということで考えています。それから狙いと効果ですけれども、やはりまず、少し原子力災害というと、通常 その地震とか、あるいはその、土砂災害とかと話がちょっと違っていて、まずやっぱりこう建物の中にいなくちゃいけないということなんだと思います。そういうところをですね、まず知ってもらうとこういうことが大事ですし、でそういうことをですね、子どもたち、それから親御さんたちが知ることによって、備えができるということでの効果があるのではないかというふうに考えます。本来であれば事故の前からですね、東の上に稼働しているというタイミングであってしかるべきものだというふうに、私は認識はしています。でただその中で事故があって、で安全のことをもう一遍考えようよと、で事故のその実際の事故の対応とかも考えながら、事故での対応も考えながらっていうことでの文科省の指導、それから県の指示だというふうに思ってますので、そういう流れの中では期限が定められた5月末までにしっかりできたということですので、ということだというふうにこう認識して、これはちょっと前後して、下北医療センターの議会の方でも少し予算化してるんですが、今般透析センターを建設するにあたっての駐車場用地ということで考えておりますので、現状の その今の体育館の跡地を使って、そういうことをしたいということですので、まず壊すにあたっての用途廃止と手続きだというふうに考えています。まず国会の話ですので、まずそのコメントする立場ではないと思うんですが、ただ申し上げながらですね、国際情勢がこうどんどん変化していく中で、私は自衛隊の役割というのも日々刻々と変化すると、年々再々変化するものだというふうには認識しています。しかもそれは役割がこう増えていくということで変化をしていくんだろうというふうに思っています。ただ、その中で、地元の自治体として大切なことはですね、やっぱりまずは隊員が安心にしてその任務につけることだということが一つと、それから任務についている間に、やっぱその留守家族の支援をどうしていくか、そのこと自体がやっぱり隊員の皆さんがですね、任務にこう専念できる環境を作るということにもなりますから、そういった点をやっぱり地元の自治体としてはしっかり作っていきたいなというふうに思っています。昨年安心協定ということで結ばせていただきましたけれども、あれ中身をですね、やっぱりどんどん充実させていくということなんであろうというふうに思っています。またあるいはその訓練の環境ですとか、そういったところの整備だとか、そういうのも含めて我々としてはですね、やっぱりこう常に自衛隊に協力する立場で考えていきたいなというふうに思っています。